マッシュルームゴージ。マッシュルームゴージ。やったことあるけどどういうことかわかんない。マッシュルームゴージ、たぶん俺3回ぐらい、今回3回目ぐらいで、そんぐらい遊んだ記憶があるんだけど、またね、マッシュルームゴージ。どういうことか全くわかんないんだけど、ただその何回も当たるってことは、やっぱりそれだけ、人気な講座。あ、思い出した。これマッシュルームゴージ。これ、この先に土管があって、やったこれ、土管があって、そう、マッシュルームゴージって言ってるから、このコースか、このコースは、マッシュルームがすごいいっぱいあるけど、まだないってことは、このコースの全貌にたどり着いてないみたいなことを言った気がする。そして、そう、前と同じだわ。前と同じ。俺一番で来たんだけど、フラワー取って誰かに逃さ、その時はルイージだったんだけど、もうマジで思い出した。そう、行こう行こう、頑張る。もうそう、これこそ、こなんかね、落ちても大丈夫なんだよ、正直。ただこの先はどうかな、わかんない。落ちても大丈夫なんだよ、わかんなかったけど、まあとりあえずこのまま行っちゃいましょうか。まさかちょっと、しかもそんなに確かこの先難しくなかった気がするから、頭、おい、あいつちょっと待って、わあで待って、前と全く同じ。まあ、ちょっと前は敵はルイージだったっていうその違いはあるんだけど、まあこうやって勝手に僕のところにゴールが舞い込んでくる。やっぱりこのゲームは神ゲーなんだ。キャットバザーキャカートトゲザー、よろしくお願いします。なキャットって書いてある、キャットって書いてあった。なんかすげえな、また変なコースだ。あの猫、うわ猫欲しかった。あ、こっとるか、猫取って、はい。でここちょっと、あー、食らっちゃうから、ずっとノーダメージで行くビジョンが見えなかった。で、あのあいつはダメージ食らっている。なんかこれ倒さなきゃいけないか。いや、どういうことか分かんないけど、とりあえずこれはあそこのできるだけもう全部作動する。ちょっと見えない、ナイスだけど、できるだけ右にやっぱ行った方がいいよな。中間欲しい。で、そしてお前の目がすごい怖い。じゃあ下から失礼。ごめんね。行っちゃうじゃん。なんか終わりそう。うわはい、ゆっくり行こうか。じゃあ、ギブアップナイス。で、ここ多分食らわないと思うんだけど、一応ね、一応、嘘でしょ。そんな知らねえ。ね、知らねえ。いや、死んでオッケーだけど、普通にそこで耐久すればよかったな。ここ、うまくジャンプ、素晴らしい。で、あいつ多分ね、そこ死ぬと思うんだよ。無理だよな。どうなんだろう、できるだけこの、中間、あそこの中間、いや、よく行けた。てか、あれか、俺があの、針を出したことによっても、あそこに何もなかったんか、ずるい。ずるいよ。キャノンズ、グッパジの一体。これ一回待つのがいいのかもしれないが、普通にでも、C 覚悟で行ってもよかったかもしれないけど、君別に行っていいっすよ。行っていいよ。クッパジナを倒すには結構時間がかかると、今危なかったね。かかると思うので、前先行って、あっぶね、あ、そこはダメだったんだ。オッケー。で、あ、行けなかった。あ、取ろうかな。まあいいでしょ。あ、そこのフラワー絶対欲しいね。どう取るんだ、あれのフラワーは。なんか空中に浮いてて取れない感じがあるけど、取れるんか。オッケー。取れるっぽいんで、ちょっとこっちから。はい、失礼。なんで俺行けなかったんだろう。はい。で、出てくるよね。来た。はい。で、やっと取れましそれーきつい。よくいけたな。どうやっていくんだろう。あれ見た目に反してめちゃくちゃむずいからね。何言っていいっすよ。カス野郎だぞ、お前。はい。いや、じゃあ、はい。取っちゃうわ。で、フラワーを、とりあえず摂取して、ここ、落ち着いけば、全然簡単だった。全然簡単。で、あいつは先に行ってるけど、全然死ぬってことは、やっぱ難しいんかな。計算通り。これ上か。ちょっと、しっかり、気をつけていきましょう。で、クッパ、あいつ先行ったんか？これ上か。上、はい。死んでるね。青死んでるんで、これもっと上もあるけど、いや違うな、ないな。いや、知らねえ。いや、たま、青、あす、ここで死んだんじゃね？思いっきり右ジャンプして。でも仕方ないか、これ調べなきゃダメな。いい。で、そうだ、条件があった。条件クソつまんねえ、マジで。とピンポイントだ、お前。いや、これ、護衛用に持っといて。これめちゃくちゃ大事。これめちゃくちゃ大事。あ、ごめん。もう、誰か乗っちゃうか。ドラドラデザートボス。うわこういう系、あ、どうしよう。じゃあどうしようか。泳ぐ系のコースなんで、あ、ボスがいるってこともちゃんと加味すると、アイテム取れてるところなんだけど、ちょっと、あ、お前そんな速かった。ごめん、あの、無重力のあれかと思ったら、ゆっくり落ちてくる。まずビートマンタイプ。なるほど、ビートマンタイプなんで、どうしましょうか。じゃあ、これ、そうだね、死ぬ。そして、ボスって書いてあるから、そんなに急ぐ必要はない。あいつも死ぬよな、あのドッスン。おかしいものが、物理、ねえ、いろいろ法則が成り立ってない。お前だけなんその範囲んだ。おかしいより引っ張られてるぞ、マジで。ねえ、なんかいろいろ重力とかいろいろおかしい。なんか、あそこだけ違和感すごいよね。だピンクが先に行ってる。ピンクも、アイテム確か取ってなかったと思うんだよ。これいけるか。頑張れ。
頑張れ頑張れ。あー消えてるってことはなんか土管かなんか。あー中間取るか。中間取っていいじゃん。全然こさすがにいける。いいね。そしてあいつはあそこで行く。もう絶対俺には勝てないからな。ピンクは、消えてるけど何なんだ。あいつ消えてるけど、ドアとかなんか息してるんか。ちょっとここでキープ。あーでもそんなあっちに結構アイテム結構あるから、そうだね、どっかで、食らってもいいよな。ちょっとボスはボスでも全然違うやん。ナイトタイムビズ逆。ちょっと頭の回転をちょっと早めにして、すぐにどういうことかってちゃんと把握してね。ピンクです。とりあえず、2番。何のジャンプをかました。そしてそこ、右あるよ、右あるよ。右、あ、わかんない。あいつ死んだかどうかだけちょっと把握したかったんだけど。気持ち悪い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 。お前はそもそも気持ち悪い。どうしようか、これ。大丈夫なの？大丈夫だったらしい。で、ちょっと、多分、ぶっちぎりで1位だったから、ちょっとゆっくり行こうか。そしてアイテムあったら全然取ってもいいね。ちょっと、君ら来るか。いや、全然ゆっくりでいいよ。で、待って、後ろからも来てるから、もうこれ、ガチできついんだけど、ちょっとこれ大丈夫？あーべー、そこまですぎる。スノーボールマウンテン、スノーボールマウンテン。なんで、そう、マウンテン系のコースはどんどん上に行くコース、どんどん上に行くコースは、そうだね。この、マリオ関係は上に行く、その視野が狭いので、上にもし敵がいた時に見づらいっていうのがあるから、ちょっとゆっくり行ってもいいんだけど、若干差し迫った。ただ、あー、怖え、こいつ！でも大丈夫だよ。なぜかわからない自信がある。絶対あいつは俺を殺さなきゃいけないと思ってるから。とりあえずこれ取っちゃって、あいつが死ぬ未来にかけて、まあ、絶対無理だと思うんですよ。あんなね、もう、ちょっとごめん、いろいろ、俺が勝つ、理由を探したけど、全然、やったとか言ってるんで、そのチャット打つ理由、余裕があるってことは、やっぱりそういうこともう、ゴールなのかな。でもあいつ見当たんないもんね。どこいるんだろう。ピンクでザンザン差は縮まっている。そして、あー、唯一の俺の長所であった、この、でけえのがなくなった。いいよ、行っていいよ、行っていいよ。ただ怖すぎる。ナイス。雪が、中間で、まあ、これ絶対取るでしょ。十分十分十分。ただそこにフラワーがあったの十分じゃない。全然十分じゃない。ルイジが死んでる。やっぱそうなんすよね。で、青なんで問題、一番先に行った青なんすよな。青がどこにいるか。ナイス、ナイス、ナイスなんだけどな。もう、1位しか、ニンテンドは1位しか評価してくれない。でも、土管入ったんだよ、ここに。いないってことは、見えないってことは、やっぱ土管に入ったと思うんで。まあ、土管に入る。ごめん、ちょっと、これ絶対取んで、絶対取んなきゃね。絶対、待って！下にいる？中間取らなかった。あ、勝てるわけないっすよね。僕がマッチしているのに、中間取らないと。自分の実力把握してないから全部原因っすよ。で、あいつらも何回も死んでいるので、そうだね。雪もあって、全然すぐに先に行けるわけない。これどんどん見えてる、どんどん行くぞ行くぞ行くぞ。で、唯一のチョイスある、この、あ、もっと行かせたかったけど、ルイジディメンション、リベンジション、ここで勝たなきゃ。勝ったやつが、勝ったやつが一番強いんだよ。勝ったやつがちゃんと邪魔すぎる。そこ乗りたい、乗り遅れないで、乗り遅れないで。そっち消えた。ちょっとずくしょ、多分行ったよな。でもまだワンチャンあるんで、もう少し頑張って、もう少し頑張って頑張って、ゴールかな、ゴールっぽい。すごい、お前不動のタッチすごい。ま、ねえ、何それ、かっこよすぎるんだけど。仁王立ちしてた。いくら、ねえ、限界ギリギリまでこいつ待ってた。素晴らしい。もう、負けで正解だった。それ負けるわ。ちょ、お前試してみ？限界ギリギリまであっち行ってみ。こいつ絶対ゴール待ちするから。行けよ。行ってみ？